ナインドリーム甲子園とは、かつて、西日本旅客鉄道が新大阪駅、甲子園口駅間の東海道本線で運行していた臨時寝台列車である。阪神甲子園球場で開催される、選抜高等学校野球大会及び、全国高等学校野球選手権大会への来場者に対するアクセス、宿泊施設提供の目的で、大会開催期に臨時列車として、 1991年の夏から1993年の夏にかけて運転されていた。1992年のダイヤでは新大阪駅を22時10分に出発、大阪駅4番乗り場に22時15分に到着し、23時59分まで客扱いを行った後にドアを施錠してそのまま停車し、翌6時過ぎに同駅を発車して、 甲子園口駅2番乗り場に6時45分に到着8時30分まで停車していた。甲子園口駅到着後も8時30分まではそのまま車内で休むことができた。人よ明かす寝台列車でありながら、新大阪駅から甲子園口駅までのわずか5駅 16.7km しか走行しないという珍しい列車であった。このような列車が運転されたのは、 選抜高等学校野球大会と全国高等学校野球選手権大会の各開催期に列車を利用した宿泊施設を提供する列車ホテルとしての色合いが強い。当時甲子園球場周辺には大きなホテルがなかったことから宿泊施設不足を補う性格も持っていた。また、選抜高等学校野球大会開催中には旧春、急春 選抜甲子園の放送中に、このナインドリーム甲子園の列車ホテルを宣伝したこともあった。行き先表示使用車両は583系、寝台電車7両編成で、うち1両は女性専用車両であった。なお、運転された時期には、583系には野球場のグラウンドをあしらったナインドリーム甲子園専用のヘッドマークが用意されていた。 なお乗車には乗車券、寝台券を含めた専用のナインドリーム甲子園切符を JR 東日本を除く主な駅の緑の窓口及び旅行センターで購入しなければならないためツアー的性格の強い列車であった。ありがとうございます。